4号艇上野明弘選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。準優勝戦は2着争いを制しての優勝となりました。まず船橋から現段階の評価を伺いますか。ですね、まあ、乗りやすく仕上がっていると思います。はい、まあ、特徴的な部分というと足的なものは何かありますか。ですね、はい、まあ行き足がいいので、はい、スリットスタートが決めやすいのと、うん、はい、船の向きがいいので、うん、まあ、思ったところには生きている感じですね。はい、まあ、準優勝戦に関しても同じような感じで、はい、はい、優勝戦日当日の作業は何か現段階で考えていらっしゃいますか。まあ、気温に合わせて、はい、もう回転を合わせるだけですね。はい、明日は4号艇でのレースとなります。メンバーご覧になってコース取り、レースイメージいかがでしょう。まあ、ちょっと、コース取りがどうなるか分かりません、うん、っていうのが、うん、今思っているところですね。まあ、じっくり考えてというところでしょうか。はい、今節スタートなんですが、節感として見え方はいかがなんでしょうか。見え方は、はい、自分の中では決まっていると思います。はい、地元での優勝戦です。最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。まあ、一生懸命頑張ります。応援してください。